ポーがチャックユン、スビガーがトータルヘッド、改め神殺しチーム、先方が、MOV の剣。あ、来た来た来た、はい、さあここまでは、似たて似たてで来ているところで、そろそろ決定戦見れるのかというところ。さあ 1P 側、横浜市体芸チャンピオンが先方着ユン、対する 2P 側、神殺しは江上少年こと MOV 剣。さあ昇龍通していく、はい、さあ鉄弾押し込んで雷撃から振っていく。さあ潰して変身、10番2勝、はい、さあ前中押し込んで立ち勝で雷撃潰していくが、そこは2勝で返していく、投げが通る、繋いで中盤まで繋いでいく。日本選手はチャックユン。さあ貫禄気持ちよく突っ込んでいくが、そこは昇龍強気に返していく。さあフォロー、おっと、さあつながっていない。昇龍から手際はガード、さあ刻んで昇龍繋いでいく。さあしかし2勝前繋いで項目当たる、気持ちいい。さあ画面端、あっと背に出てしまった、投げで返して投げが通って、さあ先鋒戦制したのは横浜シャイゲリ。さあ対照戦、先方戦制したのは 1P 側、横浜スタイゲーチャンピオン。さあ 1P 側キムと 2P 側ダッシュオコと新青汁ガエル。はい、大将戦、さあ 1P 側キムベガー対 2P 側新青汁ガイルのフェイロン。さあ画面中央で飛んでいくのはダッシュフェロン。さあ突っ込んで、さあまずは体力大幅リード。さあベガワープに2段目から、さあ3つネッタケン決めていく。しかしそこはダブルに返していくが、投げが通って画面端、さあ一発、おっとそこは最後相打ち、さあ突き刻んでからのダブルミーで、そこはナイスガード、メイルガードしてからのレッカー剣決めて、日本選手は青汁ガエル。しかしそこはうまくかわしていくキンペガ、割れて、あしかし記録が飛んでいくわ。さあ画面中央からじりじりと間合いを詰めていく、ここはナイスガード、刻みからしっかり繋いでいくフェイロン。しかしそこはうまく見て返していく、さあ上から踏んだが刻んでいってダブル2までしっかり
集計。さあこれは、あーっと、さあ支援で燃やしてイエス逃げていく。さあクルージング、クルージングで少しずつゲージを溜めながら相手を牽制し、さあもうワンチャン狙っていくが、さすがにそこはゲージを使わせて一本取り返してファイナルラウンド。まずレッカー一発撃っていくのは新青汁帰り。さあここで画面端に持っていってイエスコマ投げから大パン支援でレッグ逆、しっかりコンボで体力奪っていく。さあ空対空落としていって掴んでいって、おっと2つ返ってくる。さあ3つ繋いでいって、さあ体力大幅リードは新青汁ガエル。うまくバックステで回していく。さあホバー当てて、まずはダブルに打っていく中段。さあ最後でもう一丁立つから、さあまだ大剣、おーっと後ろ追いかけていく。最後は大剣決めて、さあ決定戦へ。さあ本日初の決定戦となります。さあアンビーが横浜市対芸チャンピオン先方で勝ったチャックユンと対するはチーム神殺し。さあ大将の新青汁ガエルフェイロン。さあうまくかわして鉄弾突っ込んでいくのはチャック、しかし上よく見えている。さあ突っ込んでいって後ろに下がるところをうまく差し込んでいく。さあ波端刻んでレッカーまで、おっとバックスは支援かわして肩ジャンプ投げで画面端に持っていくが、そこは様子を見る。さあカットンで、さあ中外ターゲット、さあたまらず打っていくが3つ、さあ3つしっかり当たって、リーチをかけたのはチーム神殺し。さあ中間から ES 転身でしっかりいくが、ここはうまく切り返していく。さあおっと怒涛のためでスタンしてしっかり燃やして、勝ったのはチーム神殺し。はい、それでは1回戦最後